下田追い越す動き、香川渡辺とつながってゴヤーと、カルバハルがここはよく止めた、ゴヤー決めた。さあ松本手を挙げた、入れていってサムエル、おお、シュートだ。今度はミサオ、わさあ藤本抜けてクロス入れてくる、ファーサイド触らせません。さあ渡辺、渡辺コントロールしてシュート。2番左足に上げてくる、ヘッド渡辺、ですが、そして野村、この辺り仕掛けるコース変わって、山沢が右に流れていました。裏を狙う渡辺、渡辺右足シュート決まった。